群れの里公園は東京都三鷹市群れ三丁目にある三鷹市立の都市公園交通京王井の頭線三鷹台駅より群れの里はこの地域一体の良好な農空間でふるさと景観を保全活用しその中で農業体験や農空間の体験のできる環境づくりを目指しているこの中で群れの里公園は この良好な現況を生かし群れの里のエントランスとなる空間を創出している。公園づくりのコンセプトは生活の原風景の再現となる農家の庭先的空間づくり、良好な環境を生かした五感で体感する公園づくり、良好な植生資源の保全、活用という三つの考えに立脚している。設計は LAU 都市施設研究所、施工、東和植物園、規模、 0.58ヘクタール。総工費、1億8000万円。後期、1994年9月から1995年3月。三鷹市緑と水の海遊ルートにおける重要拠点の一つである。緑と水の海遊ルート整備計画は、三鷹市が将来各ありたいと願う、緑と水の公園都市のイメージを実現していくために、 土台となる公園的な空間の骨格を形成するものである。21世紀へ向けて施策の体系的な展開を図ろうという実践的な計画である。緑やその他の景観資源、公共施設の配置状況や市民の生活道路としての利便性を踏まえながら様々な拠点全てを組み込んだ全種的な回遊ルート網を設定するものである。ありがとうございます。